ございます。去年に引き続いて、ONT 京都さんの、参加者の方の楽器でなんか音楽を作ってみようというライブを、40分ぐらいやらせていただきます。ちょっと最初にちょっとだけいらないことを説明させていただきますと、これサイユフェスという音楽、ここで行われている音楽フェスから流れで僕参加させていただいているんですけど、こちらの制作もそうですけど、チップ制っていうんですか、いわゆる投げ銭でいろいろなことを賄わせていただいてます。僕の交通費とかもそうなんです。もしご覧になって面白かったら、最後会議際にカゴですかね、ピアノの上のカゴの、カウントといいますか、協力をお願いできたらと思います。すいません、最初から余計なことで。じゃあ、よろしくお願いします。やってみます。今日2つの、このいろいろ参加されている楽器の中から2つのものを、使わせていただくことになりました。1つはですね、こちらにある、テスラコイルになります。そしてじゃあ最初に紹介だけ、テスラコイルの製作者のドミノさんです。これは喋りのマイクではないんですよね。後でね、分かると思います。それともう1つこちらなんですけれども、ものはこれです。今これで、これは、そちらの、そっちにあるのはアナログシンセなんですけど、制作された山下春夫さんの、制作された楽器で、名前はアームテルミンと言います。この2つのものをちょっと使っていこうと思います。それぞれが何であるかををね、まずやっていこうと思うんですけど、まずはテスラコイルの方から、はい、やっていきます。これの電気的な仕組みは僕も全然わからないんですけど、いろんな説明、それから歴史的な背景はまたね、ずっとここで展示してらっしゃるので、小見野さんとお話ししていただければと思うんですけど、とりあえず音楽的に言うと、例えばこんなのがありますよね。ちなみにここに並んでいる鍵盤2個とこのサンプラーは僕が普段自分のライブで使っている楽器です。普通の楽器です。失礼しましたね。いいですよ、もう普通に鍵盤楽器です。鍵盤楽器です。それとこれはちょっと後で何かに使うかもしれないと思って、リズムボックスを持ってきてるんですけれども、これは僕の普段の楽器です。普段演奏するともう、みたいなことなんですけども、ですよね。これは普通にここの鍵盤から音が出てます。じゃあ早速もうですね、これが鍵盤の生音です。これをちょっと覚えておいていただいて、じゃあこれを徐々にこの生音を消していっていただけますか。 PA の方で、はい、で僕は弾いてるんですけど、でこの今さっき出てた音をPA を通してテスラコイルの方に送ってみます。お願いします。
はい、今のは実はこれネオン管が100本直列になっててめっちゃ高度やつかけないと光らないんですけど、近づけることによってなぜかめっちゃくちゃ光ってしまうっていう。だからこの辺にはすごい強力な電圧がいっぱいかかってるっていうので、くれぐれも近づかないこっちがテスラコイル自体なんですよね。これ自身が、まあ、放電している、放電してる。で、今、ドミニさんが持たれたものは、その放電を、まあ、受けて光ってるってことなんですか？このまんまにしておいてもらって大丈夫ですか？あ、そうか。ってなんですね。はい、ありがとうございます。で、そうですね、なんか、これがね、要するに音程にも追従、全然追従していくんです。あんまりね、高いことはあれかもしれないけども、例えばこっちがもっとメロディーっぽい、もっとでも反応していくかな。お願いします。みたいな感じで一瞬両方活かしてみます。このキーボードの生音とテスラの音の音程が同期してますので、みたいな感じです。ちょっとありがとうございます。じゃあまたこれテスラだけに戻していただいて、ちょっとなんかこの感じでやってみようかな。なんせ相手は火花なんですごいですけど、これをそうですね、じゃあ今のイメージでちょっと即興的になんか曲を作ろうかと思うんですけど、めっちゃ綺麗な伴奏の中で、火花が散るというのをちょっと、やってみようかと思います。こっちを、こちらのシンセを伴奏用に使います。こちらをやります。なんていうかね、あれですよね、このね、音量加減とかこちらがどういう風にこう強い弱いで送るかで結構反応の度合いが違って音の感じも違うんで、ギリギリ引っかかるぐらいが一番いい感じの音になりますね。はい、今いい感じです。Thank you.
こいいじゃん、メロディーをしてみるっていうのをしてみました。でもまあちょっとこうこのね、なんといってもこのあのキャラがきついですからね。まあなんつっても火花ですからね、僕の書いてくるこのあれですね、どの周波数がどいい方いい形の火花出せるかっていうのも今後研究してみたいと思いますけれども、こっちのあの僕思うにこういう楽器はリズムとして使ったらいいと思うんです。あのさっきはメロディーでしたけども、さっきはメロディーでしたが、あのやっぱ僕としてはこうベースかなと、うん、なんか例えばこんな、調整されているんですか。すごいですよ。僕的にはやっぱシンセが好きなので、このオシレーターとかあのこっちにメーターとかあるんですけど、個人的にも今グッときてるんですけれども、ちょっとテスラコイルは、まあ、こういうものだっていう感じです。じゃあちょっとあのテスラコイルの方は置いて、あのアームテルニーの方に行ってみたいと思います。アームテルミンという名前ですけれども、皆さんテルミンというもの自体はご存知ですか。テルミンという楽器はさすが結構ご存知の方が多そうな、1920年代から、ある、電子楽器の先駆けというもので、テルミンはあの2つの要素で、演奏します。まあまずは音が出る出ないですよね、いわゆる音量の部分、それを片方の手で、音程をコントロールする、もう片方の手でコントロールするもの、その2つの、をアンテナになってるんですよね。アンテナでこうそれとこの人間の手との距離で音程音量を作るので、まあそれを演奏しているシーンとか、まあ、探せばいろいろ見られると思うんですけど、まあ、なんかこうダンスしたり、非常にゆっくりとしたダンスをしているように見えるっていう、そして電子楽器にもかかわらず人の声かと思うようなすごいいい音の
ってる楽器なんですけども、もちろん、その楽器自体もそれを習得するのも大変なことです。で、これなんですよ。この作られたものなんですけれども、ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、この時計の文字盤みたいに見えてるのが、これこの楽器の、あの鍵盤と同じなんです。同じ並びになってます。これがまあドレミファソラシドみたいな感じで、鍵盤をこうグニャンと丸くしたと思っていただければ結構です。これで音程をコントロールするということです。で、音量をどこでやるかなんですけど、これはあのこちらに、タッチするボタンがあって、あの音が出るということです。ちょっとやってみますね。これはビブラートです。このみたいにこう音に表情がつくという。マイクでやってみます。じゃあもう一回頭からやってみます。してなかったせいで取れてませんでした。で、抜いちゃいますね。で、あのあれなんです、あのスピーカーからも音が出るんです。今スピーカーからで聞いてもらいました。あのあれなんですよ、スピーカーからだとね、これあの木箱に入ってるんですけど、木の箱の箱の鳴り方みたいなのも一緒になって、ちょっとすごい生っぽい感じの音
ことだったので僕の失敗を糧としてこれでさせていただきます。あとね、僕一つこれ提案したいことがあったんですけど、ありがとうございます。多分ね、これ、はい、大丈夫です。多分これこういう風にテーブルに台とかに置いて聞くことを多分想定して作られたと思うんですけど、僕の提案はなんかこういう風にしちゃうんですよね、なんとなく。これあ、もう生で見えますよね。こうするとこっちでこう。でこっち、音量こっちで持ってみた。これだとなんかこう、みたいにこう、こうヘッドバンキングしながらでも使えるし、で、もともとがこんな感じですので電池駆動なんですよ。中身が、非常にシンプルにできてる、僕もびっくりしましたけど、なのでもうこれでなんかこう持ってなんかあんまり聞かないでこう遊んでも面白いかなと思いました。この鍵盤のね部分を 見ないでこう、とかまあやってるといいかなと思います。皆さんノコギリ知ってます？ミュージカルソーってノコギリ、もう普通にこの木を切るノコギリですよ。あれをこう弓とかちょっとこう軽く鳴らしながら音程音楽を奏でられるというものがあるんですけど、もうなんかそういう感じで使えたりするかなと思います。まあ一個だけ言うとね、音程っていうものは意外と見ないでできるんです。聞きながらでもこうできるんですけど、意外とね、テレビもそうなのかもしれないけど、こっちの音を応用することの方が意外と楽器は難しいんですよね。リズムに合わせてこれやろうと思うとなかなか難しいなと思いました。そういうものです。なので、いよいよですね、そうですね、いよいよここでテスラコイル徐々にやっていきますわ。リズムを作ってテスラコイルでなんかフレーズを作る、そして、音楽にしていく、それに、アームテルミンで乗っけていくというのをやってみようと思います。朝なので、僕はまあちょっと普段レゲエとかカリプソとかそういう系の音楽をやってるので、あんまりイケイケの音楽にはなりませんが、レゲエにしてみようかな。こういうなんか四つ打ちの感じから、なんかできないかなと思います。これにテスラコイルのフレーズをなんかループできないかなと思ってやってます。まもなく30分から、外のプラネタリウム始めますので、よかったらどうぞ。まもなく10時30分からプラネタリウム始めます。先ほどのプラネタリウム外の能舞台のところにドームがございますので、興味のある方はどうぞ。
このままこのドラムの音でミスラコイル鳴らせないかどうかやってみましょうか。今ドラムだけになりました。これにミスラコイル反応できるかどうかやってみましょうか。すいません、じゃあ PA の方、3番のラインのオブジェリーを開けてっていただいて、この配分は任せます。お、あ、すごいいい感じです。この受け方の感度は、PA の方とドミノさんで、細かく調整されています。いい感じですね。じゃあちょっとこれ、キックに主に反応してるんで、これにちょっと合わせて別の音楽にしていってみようかな。で、このキーボードの 2番のキーボードも相変わらずテスラに送られるっていう風にしてみていただいてもいいですか。じゃあ、ウケるのレベルの感じなのかな。あった、ああ、ありがとうございます。いいです、このままでいいです。いい感じです。じゃあこれでちょっとやってみます。
ゃあこれでリズムマシンの絵のオブジェリのクリアを送っていただいていいですか。 OK です。はい、で相変わらずこれはこのままで大丈夫です。ありがとうございます。よし、じゃあこれで、ま、じゃあこれにもう一回なんか別のリズムを作ってテルミンを打ってみますかね。
しまいました。こんな感じで、楽しんでいただけましたでしょうか。マークの北村でした。いい楽器に触らせてくれた、ドミノさん、そして山下さん、ありがとうございました。見てくれた皆さん、ありがとうございました。